ドラマでキュン。はい、どうも皆さん、こんにちは。センタープロジェクトの質問コーナーでございます。皆さん、お待たせしましたね。もう質問コーナーはね、初の質問コーナーで、ね、テンション上がってます。誰か寝かせろ。もう俺は眠いんだ。昨日もね、ずっと寝てなくてね、どうでもいいんだけど、本当に寝てないんだよ。というわけで、皆さん、質問をね、皆さん、本当に皆さん、たくさんの質問、本当にありがとうございました。ご協力感謝します。じゃあですね、今から、ね、質問コーナーをやっていきましょう！ヘイ！ヘア！髪を炙る。いや、これはね、わかるでしょ、見たら。もう燃えてるから。Oh no! YouTuber の真似。動画を始めた理由。動画を始めたのはね、去年の8月なんだけどね、なんで始めようかって思ったっていうとね、僕ね、まぁ、ちょっと動画をね、作るのが好きだったんですよ。YouTube に結構憧れた時期、やっぱ YouTuber とかみんないますからね。その時に、やっぱちょっと憧れた時期が、去年、憧れた時期があったんで、すげえやろうと思いました。ね。うん、めっちゃ真面目。ブロッコリーやれよ、さっさとよ。いや、誰がブロッコリーじゃ。家の中で8人制サッカー。いや、だから、ぼっちなの。住所教えて。え、そんなに住所教え、何知りたいの？マジで？東京都。勉強動画。できたぜ。いやー、もう勉強なんかすぐだからね、しょうがないしょうがない。はい、できた。はぁ、変顔50連発ブルル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 。何させてくれてんだ、おい。はい、前にもすごい動画を休んじゃって、あの、本当にあの、申し訳ありませんでした。うわー、もうダメなんです。うー、もうダメなんです。命がけー。いやー、もうダメなんですよ。いや、もうダメしか言ってない。野々村には変顔30個分くらいの価値がある。皆さん、今回のですね、質問コーナーいかがでしたでしょうか。ちょっと最後だけね、ちょっとカメラ違うんですけど、本日もありがとうございました。ぜひよければですね、この動画にも、コメントをですね、してくださるとすごい嬉しいです。なのでですね、皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。次の質問コーナーでね。では皆さん、次の動画でお会いしましょう。それでは、さようなら。